成長株全般的にリスクは残念ながら高め、業績が好調なのは結構前提、成長が鈍化したりとか利益が下がっちゃったりしたら大きく下がる、売られちゃうっていうのがやっぱ傾向として高いかなと。このニュースが出たらもう逃げろの合法だみたいなのってありますか？悪材料とか不祥事とか2年連続で減益になっちゃうとか、ビジネスの方でちょっとこうつまずきかけたなって時はやっぱ売るようにしますね。業績も勢いがあって成長株として結構マークしておいた方がいいんじゃないかなってやつをピックアップしました。 ありがとうございます。4割増益。そんなにですか？配当成功率大体 50% 近くあるんですよね。すごくないですか？会社が生み出す収益力に、自信があるから高い配当成功を出せるんだな。不動産投資を学ぶなら楽町。さて、坂本さんをゲストにお迎えして後編をお送りしてまいります。天馬川を狙うリスク、そして坂本さんが今注目しているセクターや個別銘柄について教えていただこうと思っています。さて坂本さん、大前提として株式投資ってこういつもリスクはあるなと思ってるんですけれども、天馬川になる銘柄とそうじゃない銘柄っていうのはこうリスクの高さに違いを感じますか？やっぱり感じますね。感じますか？はい、やっぱり成長株全般的にそうなんですけども、やっぱりリスクは残念ながら高めになってますね。その理由なんですけども、やっぱり自分だけじゃなくて他のたくさんの投資家さんも、やっぱり高成長も言ったらその大きくなるっていうのを見越して、先回り投資してるんですよね。なのでやっぱりもう業績が、好調なのは結構前提って捉えてる方も多くて、一方でその成長が鈍化したりとか、前の年に比べて利益が下がっちゃったりしたら、やっぱ大きく下がる、売られちゃうっていうのがやっぱ傾向として高いかなと思います。はい、そうですね。でやっぱりこれがすごくリスクとしては高いですね。でその株価の下落率についても、やっぱりそれ以外の例えば高配当株とかと比べたら、かなりスピーディーに下がっていきますので、やっぱり前提としてはリスクは高いって思っといた方がいいかなと思いますね。やはりこう急成長もあれば急落もあるということなんですね。そうなんですね。やっぱり期待値が高い、一言でまとめるとそうなっちゃうんですよね。その天馬川になる銘柄 この企業の規模とかっていうのは特徴はありますか？やっぱり時価総額が小さめ、やっぱり小型株の方がやっぱり駆け足としては早いかなって思いますね。全部が全部そうではないんですよね。例えば、ソニーとか見れば、天馬川になった時あるんですけども、やっぱり大型株でも中にはこう天馬川になるやつ、あることはあるんですけども、やっぱり数で言えばやっぱ小型成長株の方が多いですね。じゃあまず探そうと思ったらそちらの方から探していった方がいいかもしれない。そうですね。ということですね。リスクに対して投資家はどんなふうに備えておいたらいいんでしょうか？やっぱり分散投資が基本になると思います。どれだけ自信があっても、やっぱこれだって思っても絶対はないんですよね。その会社の内側で何が起こっているかっていうのはやっぱり外部からしたら分かりませんし、でやっぱり突発的な悪材料とか、あとはその企業一社の努力だけでは、どうすることもできないリスクとかやっぱりあるんですよね。でそういったことにもやっぱり対応できるように、っていうかそれが起こった時でも投資を続けられるように、やっぱりこれだって思う成長株があったとしても他の成長株を見つけといて、やっぱ5銘柄ぐらいでポートフォリオを組んでいくのがやっぱ最適かなと。やっぱり自分もいろんな銘柄こう投資するんですけども、これだってやつ投資やっぱ5社にしたとしても、やっぱ大きく化けるのっていうのは、1銘柄ぐらいですね。そうなんですね。で3銘柄はトントンと、でもう一つの1社はそれこそ株価3割とか、半分ぐらいになって最終的に損切りして終わりとか、やっぱそれぐらいですね、確率としては。そうなんですね。全部が全部上がるというわけではない、ですね。でそういうのを踏まえた上で、分散投資するのと、あとは、さっきも言ったんですけども、やっぱりその投資ウェイト上げすぎないっていうのもやっぱりこう長期保有続ける、やっぱりこう私はヒントかなと思いますね。
含み損が出てきてしまうと、やはり人間どうしても焦ると思うんですけども、それこう損切りの対策とかどう対応したらいいかってなりますか。はい、自分の場合はね、やっぱり売りも利益で決めてたんですよね、業績で、なのでやっぱり損切りするときはもう半分ぐらいになってからっていうのもあったんですけども、やっぱそれが辛いっていう人は、例えば1割下がったら損切りするとか、ちょっと事前にそのロスカットルールっていうか、やっぱ決めていくのもいいのかなと。坂本さんのロスカットルールはまだ半分でも大丈夫。そうですね、やっぱりもう業績ですね。業績ですか。半分で売るのも確かに辛いんですけども、でも結局その一方で、化ける銘柄も掴むことできたんで、トータルではこうプラスに持っていければ OK かなって感じですね。このニュースが出たらもう逃げろの合法だみたいなのってありますか。やっぱり悪材料ですよね、不祥事とか、でいわゆる投資家の信頼を失っちゃうような悪材料とか、そういうのが出た場合はもう素直に切りますね。業績が悪いという時は、ケースバイケースですね。例えば四半期1回だけ減益になったとしても、自分は売らないですね、1回だけでは。やっぱりその特別損失とか、本業の利益は順調だけども、ちょっと他の材料で減益になったとか、そういったこともありますので、1回だけの減益発表だったら売らないですけども、2年連続でその減益になっちゃうとか、やっぱりこう売上の方も下がってきたとか、単発的な材料じゃなくて本業の方でビジネスの方でちょっとこうつまずきかけたなって時はやっぱ売るようにしますね。そうなんですね。いや、このあたりもなかなか難しいところだなと思いますが、さあではここからはですね、具体的なセクター銘柄の選び方について教えていただこうと思ってます。まずは大きい括り見ていこうと思うんですけれども、今注目のホットセクターどんなところでしょうか。自分の中では結構意外なんですけども、外食産業ですね。外食、結構面白いんじゃないかな、これから結構こう盛り上がっていくんじゃないかなって思ってるんですよね。外食産業ですか。何か大きなトレンドっていうのを感じますか。そうですね、実は近年はかなり厳しかったんですよね。2020年に入ってコロナが起こっちゃって、やっぱりお客さんが来ないと。でそれに加えてこう人件費とか食材費、インフレが起こってですね、結構この経費も上がってきたと、非常に厳しい業績にとって、ピンチの時迎えてたんですけども、いよいよこう人流を回復してきて、売上の方も伸びてきて、でなおかつその経費のコストアップを、いわゆる売上とか、商品の値上げですね、これによって結構カバーできてるっていうケースが出てるんですよね。特にもう今年に入ってからですね、結構最高益更新している会社とか増えてきまして、自分は結構こう長いトンネルを抜けて、ここからもう一度盛り上がってくるんじゃないかなって思ってる、テーマセクターになりますね。トンネル抜けた、そうですか。そうですね、一方でクールセクターというんでしょうか、ちょっとっていうところはどちらでしょうか。そうですね、やっぱりこの半導体すごく盛り上がってきたんですけども、為替レートの方がやっぱり円高大きくこう動いてきましたので、ここら辺がやっぱりちょっとこうネックになるのかなと。そうですね、個別企業によってやっぱり、ケースバイケースにはなってくると思うんですけども、やっぱり円高転換っていうのはちょっとこうブレーキ役になっちゃうというか、半導体といいますと AI の期待もあってすごく伸ばしてきたところだと思うんですけれども、落ち着いたというか、クールな感じになったと。今までちょっとこう盛り上がり方が急だったんで、そのバリュードで言えばもう超割高っていうか、そうですね、やっぱ個人的にはここから変えるかって問われたら、やはりちょっと買いにくいなっていうのが本音なんですよね。逆にこうどこら辺ぐらいまで落ち着いてきたら今度は買い時なんじゃないかなっていうのをチェックしているところありますか。例えば医薬品であったり、あとは通信株であったり、結構こう業績があんまり景気に左右されないやつについては結構マークしたりしていますね。そうなんですね。例えば医薬品セクターだったら、武田薬品工業とか、アステラス製薬、実は昨年は非常にこう厳しいっていうか、かなり悪い決算だったんですよ。でも今期は8月に最新決算出まして、前年対比で結構利益が数倍になるような、かなりいい決算が出てきましたので、ここら辺は結構自分の中ではこう関心度っていうか、注目度が一気に上がったって感じですね。そうですか。
か、はい、さあではそんな中でですね、坂本さんが選ぶ一押しの個別銘柄をここから3つ教えていただこうと思ってます。今回はあれですね、はい、本当にその天馬川っていうテーマに絡めてですね、結構こう業績も勢いがあって、はい、まあ、株価もここから結構一気にこう盛り上がっていきそうだ、自分の中で見て、はい、これはもう成長株として結構マークしておいた方がいいんじゃないかなってやつを、はい、あのピックアップしました。 ありがとうございます、はい、まあ、あくまでも投資は、ね、ご自身の判断ですけど、そこら辺はちょっとね、坂本さんチェックでここがいいんじゃないかというところです ですね。まず一つ目がこちらです。はい、ナレルグループで、はい、証券コード9163になります、はい、こちらはどんな会社なんでしょうか。同社は人材派遣業なんですけども、はい、あの建設業界向けに特化したっていうところが、はい、あのポイントなんですよね、こちらのスライドではですね、いわゆる各、まあ、業界の有効求人倍率が書かれているグラフになるんですけども、はい、この建設土木測量技術者 この有効求人倍率が飛び抜けて高いですね。そうなんですね。有効求人倍率の見方としましては、まあ、1を基準に1倍以下だったら、まあ、人の方が余っていると、で逆に1以上であれば、人手不足っていう見方ができる指標になります、はいはい、で見ていただくと、例えばまあ製造技術者とか、まあ、ここには書いてないんですけども、あの事務職とかであれば、はい、まあ、人余り状況なんですけども、一方でやっぱ人手不足のやつも多いと。でその中でも、もう圧倒的にこう高いっていうか、はい、非常に高いのがその建設関連なんですよね。でこれを見ると大体 5.51 となっていて、まあ、ちょっと信じられないくらい高いんですよね。そうですね。なのでこの業界で働いている人から見ればですね、はい、やっぱりもうとにかく人が欲しいと、そういうニーズっていうか、まあ、めちゃくちゃ多いわけですよね。そうなんですね、うん、でナレルグループはその建設関連に特化していますので、やはりこう需要というか、はい、引く手あまたじゃないですけども、うん、関心度が高いなと、業績も伸びそうだなって自分はね結構思っています。こちらも見てみましょうか。あ、はい、人材派遣業界の、はい、業績予想の仕方なんですけども、稼働人数、はい、で稼働率、はい、で単価、はあ、これの大体3つの推移を見ていくことによって、はあ、まあ、業績のこう先読み、まだ上昇トレンドなのか下降トレンドになっちゃうのかっていうのが見えてくるんですよね、はい、でこれが、在籍人数と、稼働人数、まあ、稼働率の推移になるんですけども、あの稼働人数についてはすごい順調なんですよね、1年前の最新決算でだいたい2713人って書いてあるんですけども、はい、最新決算で、まあ、2999人と、まあ、まあそれ以前についても、まあ、こう右肩上がりなんですよね、はい、で、上側の方がその稼働率90% 台に、そうですね、そこになります。で稼働率については、はい、残念ながら前期よりもちょっと 0.4 ポイント下がったんですけども、はい、単価の方ですね、こっちについては、まあ、ものすごく伸びています。はい、これもあの3ヶ月ごとですね、四半期ごとのまあ平均単価書かれているんですけども、はい、最新決算で、まあ、51万1000円と、まあ、過去最高に高いと。でなおかつ前年で、同時の3級ですね、はい、まあ、49万1000円だったんですけども 6% くらい伸びてるんですね。なのでおおむねこう上昇傾向がまだ続いていると。でそういうところを考えていくと、まあ、業績の方も、はい、まあ、この結果を見れば、まあ、伸びてきそうだなって思うんですよね。でこれが最新の決算ですね、赤枠で囲ったのが、まあ、売上と利益面の数字なんですけども、はい、一番重要なのがこの四半期利益ですね、一番まあ右側の数字ですね、はい、これだいたい14億8800万円で、まあ、前年比でだいたい2割すごいですね、はい、結構自分の中ではまあ伸ばしているなと。で前年についてはだいたい年間トータルで4割増益、そんなにですか、はい、先ほどあの3割増益でもう十分合格点というお話ですけども、それよりもまあ上回っているような形ですし、で今期も別にこう何でしょうか、元通りっていうわけじゃなくて、はい、まだまだ伸ばしてきてますので、まあ、すごく期待が持てそうだなって思っています。で、他にもちょっと面白いなと思ったのが配当金予想ですね、まあ、110円なんですけども、配当成功率大体 50% 近くあるんですよね。すごくないですか。ものすごく高いですね。
普通成長株っていう会社は、やっぱり利益を次のこう投資に振り向けて再成長させたいんで、配当成功ゼロとか配当金出さないっていうのも珍しくないですよね。でも同社の場合はそういった成長株の中でも配当成功 50% とものすごく高いと。でこれは何を意味するかというと、結局自分が会社が生み出す収益力に自信があるからこれだけ高い配当成功を出せるんだなっていうのもちょっと感じたんですよね。で実際配当成功も非常に高いですし、すごくこう面白そうだなと、このまま長期でそういう傾向が続くといいななんて期待もね、膨らみますね。だから配当成長の方も続けばですね、株主にとってはダブルで美味しいと。そうですね、収益物件数ナンバーワン不動産投資を始めるなら楽町アプリ、楽町で検索。続いては3399のマルチオ山岡屋。ここは外食株になるんですけども、今回のホットセクターですね。自分の得意セクターの一つでもありますね、ここは豚骨ラーメンのチェーン店を展開しているんですけども、ロードサイド中心で、近年はすごくこう店舗展開がスピードアップしてきたことと、あとは食材費とか、光熱費ですね、これのコストが円高になってきたことによってですね、結構こうコスト削減と、業績に結構加速がついていくんじゃないかなっていう狙いがあってピックアップしました。確かに一時期よりもだいぶね、為替レートが外食産業には追い風になってますよね。そうですね、ちょっと専門的な話で申し訳ないんですけども、スープ作るときって強火でこうガンガン炊かなきゃいけないんですね。豚骨ラーメンでとにかくガス代、電気料金がすごいかかるっていうのがネックだったんですよね。で同社の場合はそのセントラルキッチンで工場で作って持っていくんじゃなくて、各店舗でスープ作ってるんですよね。でやっぱりその光熱費がすごいかかるんですけども、でも電力銘柄ってやっぱりその原材料を輸入してたんで、円安が減益になって値上げにつながると。でもちょっとやや円高に戻ってきたんで、そこら辺のこの光熱費の値上げ、これはやっぱりちょっとストップかかって、もしかしたらこう値下げにもなって、結構業績にもね、ここからこういい方向に動くんじゃないかなって自分は狙いをつけたんですよね。こちら業績ですね、最新決算のやつなんですけども、すごく好調ですね。赤枠で囲ったやつが中間期の決算になるんですけども、売上高で 34% 増収と。で利益見てみると、前年比でこう3倍ぐらいですね。でその前の年も3倍ぐらいなってて、ものすごくこう伸びてるんですよね。ちょっと資料とかスライドの方はなかったんですけども、同社は今店舗数でだいたい180店舗なんですよね。で今後の成長プランとして同社は300店体制、そんなに増やすんですか。増やそうっていうのを掲げてるんです。だいたい単純計算ですけども、店舗数ここからだいたい4割5割ぐらいですね、伸ばすってなってますので、一応達成時期っていうのは書かれてないんですけども、もちろん店舗数がそれだけざっくり 1.5 倍になればですね、売上も利益も同レベルぐらいまで伸びていってもおかしくないって思うんですよね。いやこちらもまた期待の持てる銘柄ですね。そうですね。でだいたい外食店舗になってくると、だいたいこう他の、先駆者の例を見ていくと、だいたい300店の次のステージとしては500店舗、でその次に1000店舗っていうのがやっぱりこう成長ストーリーとして結構多いんですよね。で1000店舗ぐらいまで行ってくると、もう国内の主要都市としては、大体こう網羅してくるって感じになるんですけども、でも仮に1000店舗まで行けたとしたら、今大体180店舗なんで、5倍ぐらいの規模になる。ここら辺になってくると、かなり この長期投資にはなるかと思うんですけども、そこら辺こうビジョンとか描きながら保有を続けていったらですね、株価の方も結構ついてきそうだなって自分は思うことがあるんですよね。こちらも楽しみな銘柄です。そうですね。さあではもう一つ教えてください。で最後3社目がハピネットっていう会社に注目しました。証券コード7552なんですけども、ここは玩具卸ですね。これでだいたい国内シェア3割と、最大手の会社ですね。ここは過去5期分ですね、業績が載ってるんですけども、
赤枠で囲いました純利益ですね、うん、これがだいたい2020年からもう順調にこう伸びていってるんですよね。だいたい直近5年で、まあ、12億円から65億円と、まあ、まあ5倍くらいになってます。こちらのセグメントごとの売上高と利益が載っているスライドになります、はい、同社は、まあ、玩具と映像音楽でビデオゲームアミューズメント、これ4つ事業あるんですけども、はい、中でもこの伸び盛りなのが玩具事業とアミューズメント事業。玩具事業って今こう大ヒットしている何かってありましたっけ？同社の中ですごくこれ伸びているのが、あの一番くじ、まあ、コンビニとか、はい、家電量販店とかおもちゃ屋さんかな、あると思うんですけども、はい、まあ、一番くじが結構コンビニ向け中心に伸びているのと、あとはあのカードゲームですね。カードゲームですか？ポケモンカードゲームとか、ワンピースカードゲームっていうのは、はい、これがものすごく伸びているようなんですよ。いや、合点がいきました。それが後押ししての玩具事業の伸び。そうなんですね。一時期こう品薄になるぐらい、あの物が入らなかったんで、そうですよね、やっぱすごいこうブームに乗っかったっていうのがあるかなと。アミューズメント事業というのはどんなのがあるんでしょうか？ここは実はあのカプセル玩具ですね。いわゆるガチャガチャ。ガチャガチャも随分増えましたよね。そうなんです、これがもう急激に伸びてまして、うちの子供も持ってたな、その時に これはどこの企業が作ってるんだろうって思っとけばよかったなって今思いました。そうなんですよね。あの結構自分のイメージとしては、はい、なんかこうテナント空いたところにちょっとスペースがもったいないから、ガチャガチャ置いてるみたいなイメージがあったんですけども、あれが結構こう伸びてるのと、あとはあのインバウンド向け、これも需要も実はあるようで、かなり伸ばしていると。でさらに、あの単価ですね、あのまあ自分の子供の頃って、まあ、100円玉1枚で回せた思い出なんですけども、今違いますよね。そうなんですよね。まあ300円400円当たり前で、で今一番高いの調べてみたら、1500円のガチャガチャ、1500円のガチャガチャ、普通におもちゃが買えるような金額が必要なガチャガチャとか出てるんです。そうですか、ただそういったところの単価を上げるっていうのもね、会社としてはやはり追い風ですよね。で上げながらも、まあ、需要がすごい伸びてて、最近だとただ空きテナントにガチャガチャを置くんじゃなくて、そのガチャガチャ専門コーナー、あの同社の場合はガシャココっていう店舗名で、本当にガチャガチャだけを置くテナントみたいな形で出店してるんですよ。これがものすごく伸びている。あ、そうですか。いや、インバウンドのもう加速して、あのガチャガチャのニーズも高いのか、駅の中にもガチャガチャコーナーみたいなのも、ありますね、はい、いや、隠れたあの銘柄を教えていただきました。こちらは、こちらはあの最新決算の実績なんですけども、2025年3月期の、まあ、利益なんですけども、23億8800万円と、で前期が14億5900万円だったので、まあ、まだまだこう成長が続いているわけなんですよね、で前期はだいたい65億円純利益通期で、まあ、最高益更新したんですけども、もしかしたら今期もまあさらに上回る、2期連続で更新していくんじゃないかなと、過去最高益を、まあ、そこら辺結構こう見込めるっていうか、まだまだ成長続いているぞっていうのを感じました。そうですね、ある意味トレンドにも乗ってるのかもしれませんね。そうですね。で注意点としましてはですね、実はこの玩具とかおもちゃって結構ブームっていうか、やっぱヒット商品で結構左右される、業績が左右されるっていうのが、あの傾向としてあるんですよね。なるほど。なので、まあ、いい方に転んだら景気が悪いにもかかわらず業績が、まあ、一人こうずば抜けてよくて一気に投資家の注目度が上がるっていう、メリットもあれば、逆にヒット商品がうまく作れなかった場合はあんまり業績を伸ばさずに一気にこう株価が下がるっていうか、ちょっとブームが廃れちゃってそれをこう挽回する新たなヒット商品が出なかった場合は、ちょっとこうあんまり業績株価の方も下がりやすいっていうのがちょっとリスクとしてはあるかなと。まあ天馬が候補であるがゆえのそのリスクということでもね、そうですね、ここら辺やっぱりこう何でしょうか、切っても切れない関係と言いましょうか、ご自身でちゃんと今乗っていいのかどうだろうかっていうのをね、判断していきたいところですよね。そうですね、はい、たくさんの銘柄を教えていただきました。今日はあの
企業秘密もいっぱい教えていただいて。そうですねありがとうございます。いろいろね今年に入って株価の上昇下落とありましたけれども、最後にこれからの株式市場を見る上でこんなとこ注目しておいたらいいよっていうところありますか？自分の中で面白いなって思っているのが、はい、東京メトロの IPO ですね、来月になるんですけども、はい、あれようやく、まあ、大体5年ぐらい前からかな、はい、ずっとまあ上場するしないとかいう話あったんですけども、まあ、いよいよ正式に上場が決まったんですね、うん、で、売り出し価格ですね、はい、最初の株価っていうのはまだ正式には決まってないんですけども、一応報道では1100円になるんじゃないかなってされています。でそれに対して業績とか配当金見たら、はい、かなり割安じゃないかなって自分感じてるんですよね、で根拠が、まあ、もちろん単純に配当利回りがやっぱり他社に比べて高いことですね、はい、大体東京メトロの場合、まあ、ライバルっていうか競争相手がやっぱり首都圏地盤の私鉄とかになると思うんですけども、大体配当利回りで倍ぐらいあるんですよね、うん、ライバル他社の場合は大体 2% 前後に対して、はい、1100円で決まった場合の大体配当利回りが 3.6% ぐらいと、いやいいですよね、そうそう、もう非常に高い、うん、にもかかわらず営業利益率もすごい良いんですよね、大体昨年の実績で計算したところ売上に対する営業利益率です、はい、20% 近くありました。でライバルの場合は大体まあ 10% ぐらいしかないです、はい、で普通収益力が高いとやっぱりライバル会社よりも高めにこう評価されて、まあ、売り出し価格も結構上がる傾向があるんですけども、この1100円で決まった場合は非常にバリュー度が高いなという感じを受けましたね、で実際これ1100円で決まるのかどうかっていうのは現時点ではわからないんですけども、はい、まあ、今、まあ、得られる資料でこう自分の中でこう何でしょうか、まあ、考えたっていうか、まあ、計算したところこの1100円っていうのは結構注目度高いなと、はい、面白そうだなって思いましたね。うん、天馬川になるかもしれないそこまでは、うん、そうですね、鉄道株なかなかね過去でちょっと例がないっていうか、うん、ちょっと厳しいかもしれないですけども、そうですか、うん、でも手堅いとはすごい思いますね。そうですね、はい、今日は日本株チャンネル坂本明さんにたくさんお話伺ってきました。坂本さんの、ね、チャンネルも見ながらいろいろ勉強も深めていきたい秋だなと思います。坂本さんありがとうございました。こちらこそありがとうございました。ご視聴いただきありがとうございます。楽町チャンネルでは不動産や経済の最新情報をお届けしています。ぜひチャンネル登録をお願いします。